ロジャー・クレイグ、ロジャー・クレイグ、ラジャー・テモ・クレイグ1960年7月10日帯は、アイオワ州、ダベンポート出身の元 NFL 選手。サンフランシスコ・フォーティナイナーズ時代の1985年、1989年、1990年の3回のスーパーボールをジョーモン・タナやジェリー・ライスと共に制覇した。愛称は、フレディ・ソロモンが名付けた、キャット・フィッシュ。 ズ、ず、ラン、レシーブだけでなく、ブリッツをピックアップするブロック能力にもたっけていた。高校時代にはハードル層の選手だった。ネブラスカ大学時代、1981年のフロリダ州立大学との試合では、自陣6ヤード地点から94ヤードのタッチダウンランを記録している。大学卒業後、1983年の NFL ドラフト2巡目で指名された。彼は最初の4年間はフルバックとして起用された。1年目からチームトップの725ヤードを走り、ランとパスレシーブで合わせて 12td を上げて、4 9ナーズが NFC チャンピオンシップゲームまで進出するのに貢献した。彼はニーアップ双方で知られるようになった。 二年目の1984年は10タッチダウンを上げた。1985年1月20日に行われた第19回、スーパーボールで彼はランで58ヤード、パスレシーブ7回で77ヤードを獲得、スーパーボール記録となる3つのタッチダウンを記録、チームはマイアミドルフィンズを38から16で下し、チーム史上2度目のスーパーボール制覇を遂げた。 1985年のシーズンに彼は NFL 史上初のランアテンプト214回で1050ヤードパスレシーブ92回 NFL 史上初めて RB としてシーズンレシーブ数トップになったで1016ヤードを獲得同一シーズンにそれぞれで1000ヤード以上を獲得した選手となったその後この記録を達成したのはマーシャルフォークのみまた15タッチダウンを挙げて 初のプロボールに選ばれた。1986年にもランで830ヤード、81回のレシーブで7タッチダウンを上げた。1987年にハーフバックにコンバートされた。1988年には AP 通信より NFL オフェンシブプレイヤーオブザイヤーに UPI 通信より NFC 最優秀選手に選ばれた。 キャリア最高の1502ヤードを走り、76回のパスレシーブで534ヤードを獲得した。第7週に行われたロサンゼルスラムズ戦では、自己ベストの191ヤードを走り、3つのタッチダウンランを記録した。ポストシーズンの2試合でも、ラン、レシーブで合計262ヤードを獲得。チームは第23回スーパーボール出場を決めた。 シンシナティベンガルズとの試合ではランで71ヤード、8回のパスキャッチで101ヤードを獲得しチームは20から16で勝利した。1989年にはラン、レシーブで合計1527ヤード、7タッチダウン、プレーオフに入っても2試合で240ヤード獲得、2タッチダウンをマーク、フォーティナイナーズは2年連続のスーパーボール出場を果たした。 デンバー・ブロンコスとの第24回スーパーボールは55から10でーティーナナイーズが勝利した。この試合でもクレイグはランで69ヤード、5回のレシーブで34ヤード、タッチダウン1回を挙げている。1990年にもフォーティーズはシーズンを14勝2敗で終えて、初の3年連続スーパーボール優勝が期待された。この年彼は怪我で5試合に欠場した。 ニューヨークジャイアンツとの NFC チャンピオンシップゲームの第4九周版13から12とリードしている場面で彼はファンブルしてしまいジャイアンツのローレンステーラーがボールをリりかばその後ジャイアンツがフィールドボールを決めて13から15でチームは敗れたこれが彼の4 9ナーズでの最後の試合となった1991年4月彼は ロニー・ロッドと共にロサンゼルス・レーダーズに、プラン B で移籍、1991年には13試合に、先発出場したが、ランで590ヤード、1タッチダウンに終わりレーダーズからカットさた。1992年に、ミネソタ・バイキングスと契約し、2シーズンを主に控え RB として過ごし、1993年シーズン終了後に引退した。彼は、 プレーオフに11年間のキャリアを通して毎年出場し、プロボールにも4回選ばれている。1985年、1987年、1988年、1989年。1985年に NFL 初の1000ヤードラン、1000ヤードパスレシーブを同一シーズンに達成した選手となった。 その後も、この記録は1999年のマーシャルフォークしか達成していない。また彼は1985年に92回のパスレシーブを記録。これはワイドレシーバーを抑えてリーグトップの記録だった。1988年には1502ヤードを走り、49アーズの1シーズンの乱獲得ヤード記録を達成。この記録は1998年のガリソン。 ハーストにより1570ヤードの記録が達成されるまで破られなかった。現在のチーム記録は2006年のフランク・ゴアによる1695ヤードとなっている。1988年にもラン、パスでの合計獲得ヤードが自身2度目となる2000ヤード以上となった。NFL11 年間で彼は8189ヤードをランで獲得し、 566回のパスキャッチ、4911ヤードをレシーブで獲得、3回のキックオフリターンで43ヤードを獲得、合計獲得ヤード13、43ヤード73回のタッチダウンを記録している。ランで56回、レシーブで17回。2007年シーズン終了時点でも、彼は1シーズンのパスレシーブ回数トップとなった。 またスーパーボール1試合での100ヤード以上をパスで獲得した唯一のランニングバックである。プロボールにハーフバック、フルバックのそれぞれで選ばれた最初の選手である。彼の他にはスティーブン・デイビスしかこの記録を達成していない。フォーティナイナーズ時代にランで1686回走っているがこれはプロフットボール殿動入りを果たしたジェットエンジン。 ジョーペリーよりも19回多い。4 9ナーズ時代に7064ヤードを走り、ラッシング TD を50回上げているが、いずれもジョーペリーに次ぐチーム歴代2位。4 9ナーズ時代に508レシーブを上げているが、これはチーム歴代3位。RB としては歴代1位である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。